よし、今日もいい天気だ。それじゃあ最終日、行きますか。おお、すげえ。かっこいい。出発だ。北海道旅、東北北海道旅の最終日、スタートだ。さあ、今日は旅の最終日、札幌の街からスタートしていきます。長かった東北北海道の旅もいよいよ最終日となったわけですが、今日も気合い入れて走っていきます。それで今日はね、札幌から小樽の街へ走っていって、そこから新日本海フェリーで、小樽から京都の舞鶴まで21時間の船旅で京都に行きます。そこからは京都から岡山へ走っていくという、そういう長い1日というか長い2日間ですかね、になります。いやー、最終日かそれで札幌から小樽の町までは約50キロぐらいで、そんな離れてないんですが、とね、フェリーの乗船時間が23時頃なんで、結構時間に余裕はあるんですね。ですので札幌とか小樽のその周辺のあたり、今日はドライブして、そしてフェリーに乗っていこうかなと思ってます。最初はね、あの函館のラッキーピエロまで行こうかななんて考えてたんですが、一番近くても片道250キロぐらい離れてるんですよね。めちゃくちゃ遠い、往復500キロそれでまあ最終日にね、あんまり無茶するのもちょっと良くないかなと思ってね、今日はまあのんびり観光をすることにしました、はい、それで今はね、札幌の大通公園、あの辺を目指しております。家に帰るまでが旅そんな感じで最終日走っていきます。札幌の大通公園の近くに来ました。今はね、ちょうど綺麗に紅葉していて色づいている感じですよね。噴水なんかも見えてます。ちょっとあの辺り散策してみましょう。大通公園近くの地下駐車場に Z 止めました。ちょっと散策して札幌の風景と空気を、目と心と肺に刻み込んでいこうかな北海道最終日だもんな。よし、札幌の大通公園です。花も綺麗に咲いております。紅葉も綺麗ですね。それでなんか屋台なんかも出ていて、今日はすごい賑わってますね。土曜日だからかもしれん。紅葉も綺麗やし、ね、シンボルのテレビ塔も凛々しく立っております。相変わらず綺麗な札幌の大通公園です。さあ、今公園を一通り散策し終わったんですが、あのテレビ塔ね、なんかよく見るとエレベーターみたいなやつが上下してるんですね。それで上をさらに見ると展望台みたいなものがあるじゃないですか、まあ、あっこから景色が見えるかもしれんということでね、ちょっと行ってみようと思います。近くで見ると結構でかいね、テレビ塔。それで今なんかハロウィンフェスタ的なものをやってるみたいですね。なんかにぎわってる。今エレベーター乗りました。札幌の大通りが見えますね。高さ何メーターまで行くんだろう。もうちょいで到着かな。90メーターの高さまで行くみたいですよ。すごい、札幌の街がねめちゃくちゃ見えてる。今到着したわ。こっか、上に到着しました。うーわー、すげえな、やっぱ札幌の街はでかい。それでこっちが大通公園の通りや。すげえ綺麗ね
上から見るのもおっきい綺麗やな、これほんと綺麗な公園よな。こうやって見たら上から見てもようわかるわ。素晴らしいところです、札幌、そして北海道。大通公園綺麗やね、本当に。テレビ塔から見た景色もすごい良かったし、またいい思い出ができました。それでそうやね、札幌の街を抜けて今度はちょっと山の方に走っていきますかね。最終日とはいえどドライブも、ね、楽しんでいきたいんで街を抜けて山を目指していきましょう。あそこに登ったんだなーって本当いい思い出になるよね。国道230号線定山渓に入りました。紅葉がすーげー綺麗ね、ほんと見て見事なまでの紅葉じゃろう、ね、すごい綺麗。この道走って中山峠を越えていく感じですね。ちょっと寄り道して今豊平峡ダムっていうところに向かっています。あまりにもこの辺りの紅葉が綺麗なんでね、ちょっと寄り道してます。本当に今が 見頃って感じよね。本当今が一番の 見どころ見頃なんでしょうね。なんでこんなに噛むんだろうすーげー、めちゃめちゃ綺麗やね紅葉は。すごいんだけど。さて豊平峡のダムに行けるみたいですね。紅葉の名所らしくて、今前方走っているように観光バスなんかも運行しているみたいです。すごい紅葉が本当綺麗、本当綺麗です。ダムまでちょっと散歩ですね。よし、だいぶ歩いたけどトンネルを抜けていきますね。ここか、わあここだ、ダムが見えるわ。そしてこっち綺麗だ。20分ぐらい歩いたかな。豊平峡トンネルを抜けました。見てください、これ紅葉がぼっけー綺麗です。ぼっけー綺麗です、本当にすごい。本当ね、綺麗な時に来たんだなっていう感じですけどね。そしてこちらはダムの景色も見えますね。ご覧いただけますでしょうか。綺麗な紅葉です、すごいね。向こうも歩いていけるっぽいんでちょっと行ってみますかね。景色は、うわすげえ、うわすげえな、おい、あそこのダムがすげえ、ほらすげえ、うわめちゃくちゃ綺麗なんだけど、ダムの放水と、そして紅葉がすっごい綺麗ですね。豊平峡の紅葉です。豊平峡の景色はボッケー綺麗やったね、本当本当に見頃の紅葉でね、今も綺麗な景色ですけど、綺麗な紅葉を見れて、もう思い残すことねえかな北海道。いやー外も言い切れんけど、でもねいい気分で北海道を離れていけそうです、うん、さてそれじゃあ近くの道の駅でちょっと小腹が空いたんでなんか食べて、そしたらそうこうしてるうちに日が暮れるんだろうな。そして僕はフェリーに乗るんだ、ちょっと切ないけどね、紅葉の道を走っていきます。本当綺麗、今道の駅中山峠着きました。
揚げ芋が有名な道の駅ですけど、今日はねチージャっていうやつを買ったんで、そいつを食べます。ちょうど日が暮れてきた。羊蹄山の方に夕日が差し込んでる。道の駅坊陽中山に来ました。ここは揚げ芋が有名な道の駅ですけどね、揚げ芋は前回来た時に食べたので、今日はチージャっていうやつを買ってきました。うわーうまそう、これうまそう。いただきます。うまい。うん、なんか芋本来の自然な旨味みたいな、そういう自然のものを生かした美味しさですね。うまいです。芋とチーズが合わんわけがない。うまいしかもサクサク、うん、うまい。さあこれからなんですが、峠を下って倶知安町のあたりから小樽の方へ向かって北上していきます。夜に走っていって小樽のフェリー乗り場へ、そしてフェリーで京都へみたいなね感じか。よし、それじゃあ小樽の方へ向けて走っていくか。よし、北海道ラストランや、行こうぜ。とだ、あと10キロちょいかな。けなし峠を下っていきます。ここの峠には小樽の夜景が少し見えるような、そういうスポットがあるので、そこで小樽の夜景を眺めてから町の方に下っていこうかな。今日は月も綺麗でね、星もよく見えていて、すごくいい日なんだよね。月がね、すごい綺麗だよ。星は見えないか？ちょっと見えるかな？結構見える？案外見える？カメラの性能がすごいのかもしれない、ね、北海道最終日、いい夜でしょ。さあ夜景はどうかな。小樽の夜景こんな感じです。今日は本当月も綺麗やし、星も見えてるね。前小樽の夜景を見た時はもっと高いところから見た感じやけど、この峠からもう少し低いところから見下ろす感じです。フェリーターミナルはあの辺かな。あそこから北海道離れていくのかちょっと寂しさもあるけどね、また来ればいいかな。よし、それじゃあ小樽の町に走っていきましょう。あー、着いてしまったぞ。新日本海フェリー乗り場に到着してしまいました。うわー、この辺すごく身に覚えがあるよ。もう覚えちゃってる、もうちょくちょく来るからな。あー、フェリー乗り場が見えてきた。寂しいな。楽しかったな、うん、この名残惜しい気持ちは、それだけ旅が楽しかったっていうことなんだろうな。もうアクセル全然踏んでねえもん、ねえZ も帰りたくないってさということで小樽のフェリー乗り場に到着です。今日は0時半頃の出港になるそうです。受付を済ませてしばらくゆっくり過ごします。
今フェリーが入港しました。今日乗るフェリーのアカシアです。でっけえフェリーです。なんか僕が泊まっている車列はスポ車が多いですね。なんかインテグラに MR2 に Z 仲良く待ってます。多分車高が低そうだからっていう理由なんでしょうね。はい、フェリー乗船まではもう少しです。今バイクの乗船が始まりました。バイクが入っていって、一般車が入って、僕たち釈丹組、釈丹にメール組は最後の乗船です。さあいよいよフェリー乗船です。時刻は0時50分ぐらいですかね。とうとう北海道を離れる時がやってきたようです。フェリー乗る時はね、こう楽しい楽しみな気持ちと、ちょっとね、名残惜しい気持ちが混在している、そんな感じですよね。まあまた来ればいいさね。うん、そう思うことにしてフェリー乗っていきます。さあフェリー乗船始まりました。今日はね、珍しいんですけどバックでフェリーに入っていきますね。なかなか運転技術を要する。ふぅ、よし、それじゃあフェリーの中入っていきましょう。よし、それじゃあデッキに上がっていこう。よし、乗船完了です。これから客室へ向かいます。ああ、フェリーに乗ったぞ、ホッとするわ。それで今日はここですね、527ステート B の部屋です。よいしょ、中はこんな感じ。うわすげえ、早速洗面台があって、そしてベッドが2つ用意されているという感じですね。海は見えるのかな。海見えたらテンション上がるけど、おお、外のあのデッキっていうかなが見えますかね。多分海が見えると思います。お部屋こんな感じです。テレビもついてる。さあフェリーが出港したようです。いや、北海道離れていくんだな。今フェリーが小樽から出港しました。京都舞鶴へ向けてフェリーが進んでいきます。とうとう北海道もおさらばか。楽しかったです。またいつの日か北海道へ。今日は初めて個室を取りました。この窓から海が見えます。いいでしょう。それじゃあね、北海道ありがとうということで、札幌ビールで乾杯です。乾杯、いいぞ、乾杯。うまい、本当にいい旅でしたね。うん、またいい旅ができるように頑張っていきます。それじゃあ今日はご飯を食べてまた寝ますね。明日の朝になったら海が見えるかな。今日のご飯はこちら、セコマで仕入れてきたスパゲッチとか、あとはね、野生の視聴者の方からいただいたおかきとか、それとお酒ですね。これをちまちまいただきます。船乗る前にセコマで買ってきたスパゲッチをいただきます。個室はこういうことができるのがいいね。うん、いただきます。うまい。目が覚めるとお昼の12時、秋田の辺りを航海中です。
天気がいいのでみんなこうやってデッキに出て潮風を浴びながら海を眺めています。いい時間です。そうこうしているうちに日が沈んで今度は夕日を眺めるようになります。皆さんフェリーの中でとても穏やかな時間を過ごされていました。そして夜になります。午後10時25分舞鶴港入港接岸予定でございます。もう少し見たいですね。下船の際にはどなた様もお忘れ物ございませんようお支度をお願いいたします。もうすぐ京都の舞鶴港に入港します。もう京都ですね。新日本海フェリーお世話になりました。もうすぐ下船です。船です。いやお世話になりました。新日本海フェリーソン京都上陸です。フェリー旅はいいもんだね。本当にいい時間を過ごしたよ。そしてもう北海道じゃないんだ、京都にいるんだ。岡山まで気合い入れて走っていくか。絶対夜の10時から岡山目指して走っていこう。まあ俺たちなら余裕だけどな。さあ京都に着いたわけですけども、京都はスズムシが鳴いててね、それでやっぱりちょっとあったかいですね。季節が違うなーって、そんなことを思いながら今走ってます。なんかねタイムスリップしたようなそんな気分ですね。不思議な感覚です。さあこれからね今日はどういう風に岡山へ向かうのかというと、今日はね神戸経由で岡山を目指していきます。ちょっと神戸の街とかも感じながら岡山のスタート地点行こうじゃないか。じゃあ長い夜を走っていきます。76号で大阪の池田あたりまで来ましたね。今深夜の1時なんで大阪の街中でも結構流れはいいです。こうやって真夜中に流していくのも僕は本当好きなんでね、楽しいなーって思いながら大阪の街は走ってます。神戸まではもう少しですね。あったあった、自販機うどんだ。やってるやってる、やっとるかな。天ぷらうどんやっとるわ。230円、安い。できた、めっちゃ美味しそう。いただきます。
今朝の3時です。うどんを食べてから神戸まで走ってきました。岡山まではもう少しです。もう少しだ。それと同時にもう少しでこの旅も終わりますね。旅の終わりはちょっと切ないけど、岡山まで走っていきます。さあ帰ってきたぜ。岡山県だ。こっから岡山県です。あーはるばるはるばる走ったね。夏の東北旅、そして北海道旅と回ってきて、再び故郷へ帰ってまいりました。朝の5時半です。国道2号線です。今回すごい長旅になったね。夏に出発して北海道回ってたらいつの間にか秋になってね、雪なんかも降ったりして、夏の東北北海道旅はいつしか秋の北海道旅になってました。東北旅もいろんなことがありましたが、ね、今回は北海道旅振り返ってみましょうか。いろんなことがありましたね。北海道旅が始まった時、季節はまだ夏でした。青森から青函フェリーで北海道に上陸して、最初に回ったのは函館の周辺エリアですね。たちまち岬や函館山からの景色、すごい綺麗でした。金森赤レンガ倉庫の周辺散策してみたり、大好きなラッキーペローも行きましたね。チャイニーズチキンバーガー食べました。これは DNA に吸い込まれる美味しさです。すっげーうまいです。その後は北海道を走っていこうっていうことで、東大沼のあたりを走って木地引高原キャンプ場にチェックイン。この近くの展望台から見た駒ヶ岳と大沼の景色、すっごい綺麗でした。初日からとってもいい日でね、これからどんな旅になっていくんだろうってすごい楽しみでしたね。夜のバンガローとラッキーピーロの晩ご飯、これも美味しかった。明日はどんな日になるかなってすごい楽しみでしたね。翌日は函館から長万部へ向かって走っていきます。この時はまだ夏の空の青さと海の青さありましたね。ドライブイン金谷さんで名物のカニ飯も食べました。これもうまかったな。そしてまっすぐなストレートを走って目指していったのがサイロ展望台。お目当てははるちゃんです。猫かわいいそして夜キャンプを楽しみましたね。初めてのスウェーデントーチも良かったし、いい雰囲気のキャンプ場でした。翌日は近くのロッチから出発してニセコパノラマライン、シャコタン、オタルを通って札幌を目指していきます。途中ね、美味しいお寿司食べました。ここはまた行きたいねうまかった。そして豪快な海沿いを走ってカムイ岬行きましたね。シャコタンブルーの海が綺麗で、小樽の夜景もとっても綺麗でした。夜は札幌の寝カフェに泊まりました。北海道旅4日目も天気に恵まれています。支笏湖のあたりでピクニック湖を眺めながらのお弁当はすごい美味しかったですね。支笏湖周辺もドライブもすっごい楽しくて、その後は室蘭へ向けて走っていきました。地球岬からの夕日はね、この旅で一番の夕日でしたね。すっごい綺麗でした。夜の白鳥大橋を走って、その晩はなんと車中泊です牛丼がうまかった。その翌日はこれまたなんと Z から Z に乗り換えということで、バイクでツーリングです。目指すのは北海道最北端宗谷岬です。美味しいお寿司、海鮮丼なんかも食べたりしてね、酒屋巡りもして北海道のオロロンラインを順調に走っていきます。バイクはいいね。バイクは本当最高だ。これもいい思い出になりました。夜は稚内で泊まりました。次の日は稚内から宗谷岬目指していきます。前方からバイク、これね、野営をかわすことができてかなりテンション上がりましたね。バイクは本当ね、こういうコミュニケーションもいいね。そして宗谷岬、まさかバイクで来るとは思ってなかったけど、本当にいい思い出になりました。稚内でラーメン食べたりね、風車の道も走ったり、そうやってまた千歳の方へ戻っていきました。
Z、 ありがとう。はい、それで Z を返して Z に乗り換え、今度は札幌から旭川へ層雲峡の方を目指していきます。このね、夕張のメロンジュースが弾けるとは思いませんでした。気温は2度でめちゃくちゃ寒い中、望岳台へ行きます。この辺り北海道を感じる一日でしたね。天金さんのラーメンもすっげーうまかったし、夜の層雲峡ホステルのね、焚き火を見ながらのフラノワインと旭川の日本酒もうまかったですね。翌日は層雲峡ホステルの近くにあるロープウェイ乗り場から黒岳へ登りました。ロープウェイとリフトを乗り継いで山の7合目から見えた景色、すごい綺麗でした。その後は三国峠を経由して網走を目指していきました。三国峠では雪が舞うほど寒かったんですが、景色はね、すっごい良かったです。夜は焼肉食べましたね。漫画盛りのご飯、めちゃくちゃ腹いっぱいになりました。はい、そして翌日は芋団子村からスタート。この日はおかみさんに起こされました。今日目指していくのは知床ですね。すっごい海が綺麗でね、道の駅で食べた鮭とかホタテとかいくら丼もうまかったです。そして知床五湖はね、ほんまに綺麗で、次来た時は五湖全部巡りたいですね。知床の山も綺麗で、海洋台からの景色も綺麗でね、今日もすごいいい日でした。そして翌日は北見の日本最北のスターバックスから出発、目指すは釧路です。釧路へ向かう時にね、屈斜路湖からこう景色を見たり、景色も眺めて走りも良くてこの辺りもすごい感動しながら走ってました。その後はね、浦摩周湖やダートを取っての上の小池とかね、夜ご飯も印象的でしたね。ザンタレすっげーうまかったです。次来た時も絶対行きたいさあ、その次の日は釧路からスタート。雨が降ってたんですけどね、この日は帯広の方へ向かって走っていきました。天気に翻弄されながらも内帯高原では晴れてくれて、これはね、運が良かったんかな。すっごい綺麗に晴れていました。で、帯広というとやっぱり豚丼ですよね。豚一の豚丼もうまくてね。で、その後は夜はキャンプと、なかなかに濃い一日を過ごしました。この辺りから北海道旅ももう少しで終わりかーなんて思いながら走ったりしてましたね。次の日はね、また帯広でパンチョーさんで豚丼を食べました。その後は日照峠を越えていって札幌の方へ目指していきます。この日も夕日が綺麗でね、グラデーションの空を見ながら走ってましたね。そして夜は札幌でスミレでラーメン食べました。熱々の味噌ラーメンうまかった。そして今日につながります。はい、いろんなことがありましたね。新しい発見もあったし、旅に出る前よりもいろんなことが知れた、いい旅になったんじゃないかなって思います。いやー、いい旅だったな。うん、よっしゃー、着いたー着いたぜー。道の駅黒井山グリーンパークに到着です。おー、帰ってきたね。お疲れちゃんだ。よし、じゃあ最後にコーヒーでも飲もうぜ。よし、お疲れ様。はい、ということでいかがだったでしょうか。分割日本一周夏の東北北海道編、途中から秋の北海道編になりましたけど、それでもいい景色が見れたんじゃないかなと思います。今回はね、約1ヶ月半、そしてバイクと合わせると6500キロぐらいの走行距離で、本当にね、長い旅でした。1ヶ月半がこう半年ぐらいに感じられるような濃い旅になったんですが、それを続けてこられたのもやっぱり見てくれる視聴者の方とかね、グッドボタンを押してくれたり、コメントをしてくれたり、ツイッターとかインスタグラムをね、コメントしてくれたり、そういう人のおかげかなと思います。やっぱそういうのをね、応援というかな、
応援してくれる人がいないとなかなかね難しいかなと思うんですけど、はい、皆さんのおかげです。で、次の旅もいい旅にしていけるように頑張っていきたいと思います。それではまた次の旅へよし、お家に帰るか。ということで、ご視聴ありがとうございました。